それこそ今日僕たちが話したことで、来年こそチヌではなくシーバスの稚魚を放流してもらうために何かできることありますでしょうか。日朝鮮に、日朝鮮、まあ東京湾の話だよね多分、はい、東京湾のそこ、そういう稚魚放流やってるのは日朝鮮東京支部なんで、うん、まあ DM を送るとか、うん、そういう声を上げていくことだよね、多分ね。いかにね、そんだけやってほしいっていう人がいるかを増やさないと、うん、で、チヌ、まあ、チヌはやっぱりあふれ、もうチヌの放流ずっとやってて、で、漁師さんがチヌをね、積極的に取らないので、チヌはもうね、東京湾でやってる人ならご存知の通り、うん、もうあふれ返る。確かに、むしろあの柱についてるあの貝あるじゃん、うん、だ船の貝も食べてくれるから、選定塗料メーカー売り上げ下がってんじゃないかぐらい、柱もツルツルだもんね。確かに昔はあの貝がいっぱいついてラインが触ると切れちゃうとこが、今は当たってても切られない橋脚とか、なんでこんな貝がないんだと思ったら、多分チヌが食べてるの。確かに、ちっちゃい貝しかいないもんね、うん、はい、相当チヌの量が、うん、だそれぐらいチヌが多いんで、チヌはいいから、でもスズキやっぱり漁師も取るし釣り人も釣るから、うん、やっぱ確実に年々資源は減ってるんで、うん、同伴アフター欲しい。ああいいじゃん、本当ですか、ね、DM ください、ありがとうございます喜んで同伴アフター行きます最後水揚げしてあげてください水揚げ